ベネツィアフットボールクラブはイタリアベネト州ベネツィアを本拠地とするサッカークラブである。1940から41シーズンにコッパイタリアを獲得した古豪。2021から22シーズンはセリー a に所属。1987年から2002年までマウリツヨ・ザンパリーニがクラブを所有。AC ベネツィアと名乗っていた1999から 2000シーズンは元日本代表、七海博士が在籍していた。2005年、それまでの AC ベネツィアから SSC ベネツィアにチーム名を変更した。しかし、かねてより経営の危機がささやかれていた2008から09シーズン終了後、二度目の破産。FBC ウニオネベネツィアと改名し再結成の上、2009から10シーズンにセリエ D から再スタートした。 2011から12シーズンにセリエ D で優勝したのに続き、翌シーズンのレガプロセコンダディビジオーネーテもタイトルを獲得し、レガプロプリマディビジオーネに昇格した。2014から15シーズンは12位で終えたが、翌シーズンのレガプロへの登録が必ず降格となった。2015年10月9日、かつてボローニャ FC 会長を務めた。 アメリカ人弁護士のジョー・タコピーナをはじめとする投資家グループにより買収され、ベネツィア FC に解消された。2020から21シーズンを5位で終えたが、昇格プレイオフを制し、2001から02シーズンぶりのセリエ A 復帰が決定した。なし中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他保有国籍。 もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。